10月31日5月、はい、お家でも測ってもらったんですね、うん、なんかちょっと減りましたか。ちゃんと持ってないんで、あの難しいんだよね、はい、あのぐらいかなぐらいは、うんちがだいたい280ぐらいが50前後ぐらい、はい、はい、で実際に食べてる量はペレットがこれはパスタ量ですかね、はい、13グラム、13でチモシーが10、12と、この子の体重はこの間500ぐらいだから、まあちょっとずつ減らしていってもいいんだよね。 2% だからね。チモシーはもうちょっと食べてほしい。そうですね、で結構下に落ちちゃうんで、うん、持ってるんですけど、はい、で、あのこの前言われたマットを買ったんで、あ、チモシーマット、はい、ちょっと食べちゃいます、あれ食べちゃう子もいるんだよね、あれ紐入れたら遊んでました、紐すごい遊んでましたけど、まだ食べるには至ってないんですが、はい、食べました。食べないと助かるんだけどね、あれもすごく食べるのかも。まああれは最悪かじってもさ、害のあるものじゃないからかじるのが、まあ、仕事みたいなもんだからだけど、これですね。ちょっとだけこちらが感じてくれてもらっていいですか。失礼します。491、はい、491、よし、まあほぼほぼ一緒ですね、この間とね。491、ちょっとだけ下を置かせてもらいます。491ね、はい、一回ちょっと顔こちらに見せておいて、はい、じゃあちょっと身体検査しますね。くーちゃん、顔見せてる？まず目ね、目の表面と白目のところね。あれ？なんかこっちちょっとニヤニヤ少しついてるような気もするんだけど、ほんのかすかに、ほんのちょっとね、わかります？こっちこっち、こっちは何にもついてないけど、そんな気にするほどのことはないかもしれないけど、1日1回は顔を見て、目の内側も見てください。で、今刺したの、いつもこの間も刺したんだけど、あの、ホウ酸って目洗うとき使うんですけど、弱い殺菌作用があるんです。それとヒアルロン酸が入ってるんですけども、顔を見てもし目にがついてたら、その日は1日3回こうやって点眼してもらっていいです。はい、猫の口に顔を見せて、はい、ああ、そっか、まあ黄色いけど、もっと黄色い歯がいいですね、チンチラさんの場合には。歯茎の色はまあそこそこピンク色はしてるけど、これももうちょっと、あ、使ってると赤みあるか、歯茎にはいいと思います。歯の黄色みがちょっと少ない、赤耳、オッケー、はい、じゃあ一回話してください、任されます。はい、柔らかいですね、はい、上腹部、上の方も真ん中辺、中腹部も下腹部も柔らかいからとてもいいと思います。昔触ったボディーコンディションスコアもちょうど、骨格に対していい栄養状態ですね。で、脈、こんなにボックス出したってことは胃が触れたんだよね、多分。あの茶色いやつって舐めてくれた、はい、大好きです、大好きです、大好きな子は助かるね。1日すぐ、1日朝1日あげてます、 1cc あげてます、はい、朝大好きだったら、あの詰めといて何回かに分けてもいいです、ご褒美だったら。どうぞ、こっち見て、本当だ。なくなるとかじ、もないのみたいな感じで、うん、大好き、大好きだね、それは助かった。あと調子もしてるんで、ね、はい、じゃあちょっと調子にしますよ、うん、はい、ください。
呼吸の聴診では呼吸の音と心臓の音を聞きます。呼吸の音は聞こえないのが正常で、聞こえないから正常です。心音は規則正しく打って、まあ6秒で22、3回、1分間で230回ぐらいかな。まあ正常範囲ですね。じゃあ今日ね、寄生虫を予防する薬をつけさせてもらいます。レボリューションという商品名でセラメクチンですね。で、まあ有効期限は1月なんですね。だから予防でやるんだったら1ヶ月に1回やれるといいかなと思いますね。で、つけ方、こんだけの液体を皮膚に直接垂らしたいんで、毛をちょっと避けてもらって垂らすと。で、まあ一応2箇所に分けてやります。はい、それからあとはコンディショナー、コンディショナー、よいしょ。このスプレーすると嫌がりますね。それも嫌がります。じゃあまあ手につけて、はい、手につけて、足裏もちょっと見せてくれる。1、2、3、うん、そう、今がこう、ここが皮膚炎になりやすいんですね、チンチラって。だからまあ一応後ろ足だけでいいから、前足はよっぽどならないけど、後ろ足のこのかかとのとこが何個が多いんで、つけれたらここにもつけてあってくださいね。はい、はい、じゃあ角度を使してください。まあ1日 1cc 一気にやってもいいし、まあ分けてやってもらってもいいですから。ブラッシングも嫌がります？嫌がります。嫌がりますか？じゃあご褒美あげながらやってください。今軽くやってるだけでも抜けてきますもんね、まだ。だこれをね、そのままにすることね、食べちゃうんですよ。頑張ってやって、うん、怒るんです。最後にあれをやるとうん、いいですね。そういう感じで、だからもう用意しといて、時々やりながらやってもいいですけどね。はい、じゃあちょっと目の方の薬もちょっと出しますから、でこれはもう2枚出しておきます。もしよかったらコピーしていただけると助かります。で元気だったら体重も一緒かね、増えてて、うんちも250前後出て元気にしてくれてるようだったら1ヶ月ぐらい先に見せてください。でその時にまた予防しますんでね。ただ途中で変わったことがあったら言ってください。でね、家の中で散歩させます？話します？さあ一部屋、その時絶対見ててくださいね。絶対かじりますから。それで具合が悪くなってくる子がすごい多いんですよ。目離した隙に食べちゃったってやつが。だからストップかけれるようにして、でストップかけれない、要は見てられない時はもうサークルの中、サークルじゃなくてこの子たちのサークルですね、入れていただいた方がいいですね。ちょっとそうだから軽く溶いてこんだけ取れるからさ、まあそっか、まだここで、はい、ごめんね、どうぞ、はい、どうぞ、あれどうぞ、あった鼻についちゃって、はい、どうぞ、ぐらいだね。ちょっと鼻についちゃって飲みますね。はい、じゃあこれありがとうございます。まあもしくはノートを作ってもらうといいね。それで測れる時だけ体重はもうその前にじゃなくてもいいですよ。それからうんちの数と何グラム食べてるか、あ、それからそうそう、食べるグラム数、ちょっともう一回観察してください。食べるグラム数を、そうだよね、まあなんとか10グラムだよ、なんとかチムシーを10グラム以上食べるようにね。でペレットはもうだんだん減らしてても10グラムで止めてください、1日ね。この子は野菜とかはあげてない？あげないですか？じゃあそれで
こちらが今13とか食べてるから、だんだん減って 10g になるときっとお腹が空くから、こっち食べる量が増えてくると思いますんで、だんだんにこの 2% に絞ってもらうといいですよね。はい、じゃあそれでお願いいたします。じゃあやること多いですけどね、観察しながらね、ブラッシングとかね、個室かけたりしてやってください。はい、お願いします。